はい、皆さんこんにちは、シャータマヤです。今日も暑いですね。蒸し暑くって雨が降、じとじとして、もうあっちも痛い、こっちも痛いって皆さんなってるじゃないですか。初中お見舞い申し上げます。ファミリア11月末に兵庫芸術劇場でプレミアムオープンですね、主演を迎えます。そして12月東京芸術劇場に来て、最後の日は松本に行くんですけれども、順調になかなかいい作品になってきてると思います。ポルトガルのお話なんですけれども、それと親と子の関係を私なりに、家族という問題にちょっと、焦点を当てまして作品を作りました。台本も出来上がり、ミュージカル台本も出来上がり、音楽も順調に、なんとなく出来上がり、とても美しい音楽、そして、今回美術もとっても美しいんですよ。久々の洋物なので、あの皆さんちょっといつもと違うアジアンティックな和風の TS とは違うものをまた見ていただきたいと思います。得意はですね、私の得意は本当は西洋物なんですよ。皆さん知らなかったでしょう。でも本当はね、私の得意はですね、西洋のものがすごく得意なんですけれども、しばらく封印してましたが、久々に、大空由紀さんを迎えまして、あとは全部男性、また女一人そしてイケメンばっかりで、大空さんも楽しみにしてると思います。ぜひ皆さんもいらしてください。とってもいい作品に仕上がりそうな、そんな予感がします。待ってます、劇場で。はい、皆さんお元気で夏を乗り越えてください。万歳。